皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田上舞子です。今日は久々に竹本トレーナーのパーソナルトレーニングの様子をご紹介していきます。あと最近、今オフシーズン中なんですが、最近ハマっている筋肉飯をご紹介します。今日の筋肉飯は誰でもお風呂の味が味わえるような、そんなレシピになっています。ではまずそのレシピからご紹介していきたいと思います。皮を取った鶏むね肉を焼きます。弱火で焼いていきましょう。塩と胡椒を振って、でゆっくり弱火で焼いていきます。鶏むね肉は弱火で焼くことでしっとりジューシーに食べることができます。ではこれを焼いている間に、最近めちゃめちゃハマっているアボカド料理、ワカモレを作っていきたいと思います。柔らかくなってきたアボカドを使います。くり抜いて、これをスプーンかフォークで潰していきます。いい感じになってきました。ここに今回はレモン汁をちょっと絞ります。ライムでも OK です。種はいらないですね。この酸味がすごく後ほどいい仕事をするので、レモンを絞ったアボカドに塩を少々入れます。でこのままでも美味しいんですが、今日はトマトを入れていきたいと思います。ミニトマト、切ったミニトマトを入れて軽く混ぜます。これで完成です。これめちゃめちゃ美味しいので、本当におすすめレシピです。アボカドは良質な脂質が取れるのと、トマトは抗酸化作用があります。アンチエイジングにとってもいいです。ひっくり返します。さらにじっくり弱火で焼いていきます。で、ワカモレを、アボカドはオフシーズン中はほぼ毎日食べています。1日に1個の半分ぐらい食べてます。で、ここからが大事なポイントです。このじゃん、トリュフ塩、さらっと。このトリュフ塩、楽天とかアマゾンで買えるんですけど、ちょっとプチ高いんですが、1回買っちゃえば 2,3 ヶ月全然持つので、毎日使っても。じゃない、トリュフ塩じゃない、トリュフの粉なんですよね、めっちゃいい香り、うん、そう、これも振るだけで、うん、卵かけご飯でさえ上質になります。で、ここに目玉焼きでもいいんですが、今日はトロトロの、あ完成です。いい？割るよ、うん、はい。これが卵の黄身とトリュフの粉で、とってもいいソースになります。とってもとってもとっても美味しいので、ぜひ試してみてください。イエイ。10年から15年
っております。トップで握ります。手首も内に入れて、で、
切ります。はい、5、4、3、2、1、OK です。重そうですね。そうですか。重いですよ。お前7キロじゃない。横に出して、横に出してダンベルを上に上げる。横に出してから肘を上げる。最後のクッシュだけ。手入れるかも。